今日、県内では新型コロナウイルスに感染した人は新たに確認されませんでした。今日、県内では新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されませんでした。新規感染者数がゼロとなるのは、今月に入って9回目で、これで3日連続となります。3日連続のゼロは、去年9月24日の4日連続以来、およそ1年2ヶ月ぶりです。